はい、ヒュルです。今回、コケ対策についてお話したいと思います。皆さん、魚を飼育してて、どうしてもコケが生えてきてしまう。コケが生えてくると、どうしても、汚くなってしまう。でも、どうすることもできない。あるいは、コケ取るのめんどくさいなってあると思うんですよ。その時に、どうすればいいかっていうことをお話したいと思います。はい、これ軽く自己評価させていただきます。自分はアメリカ出身で、物心ついた時からずっと魚を飼育しております。で、家業がスキューブダイビングなので、自分もスキューブダイビングにインストラクターさせていただいております。で、ペットショップに売ってる魚はほとんど飼育したことがございます。海水魚、淡水魚問わずですね。はい。で、今年で23年になるのかな、飼育が。はい。で、LINE とか Twitter とかで飼育の仕方とかを結構発信してますので、ぜひよろしくお願いします。はい。では話戻しますけど、コケ対策で一番何を使えばいいかっていうと、生物なんですよ。生物を使うのは一番早いです。はい。生物兵器って自分勝手に言ってるんですけど、はい。で、その生物をおすすめなのは3種類ですね。3種類います。で、1種類目が、ヤマトヌマエビですね。で、2種類目がオトシンクルス。はい。で、3つ目が、プレコですね。はい。この1つ目、ヤマトヌマエビ、2つ目、オトシンクルス、オトシンですね。3つ目がプレコをおすすめしてます。まず、ヤマトヌマエビから話していきたいんですけど、ヤマトヌマエビは、藻というか、ベタって腫れついてる苔ってよりも、なんか、毛みたいになってる苔に対して結構有効で、飼ってると食べてくれます。はい、もともといっぱい生えてしまったら普通に食べれないんですけど、予防にはだいぶなるのでおすすめです。で、オトシンクルスに関しては、苔を取る能力は、他の2種類に比べて弱いですね。ちょっと弱いんですけど、他の生物に影響はまあ与えないっていう面で結構いいんですよね。なので、少しは抑制になりますけど、根本的にオトシンクルスはそこまで苔は取らないです。一番おすすめの3つ目でプレコなんですよね。で、プレコは大型水槽でもその種類によっては使えますし、小型水槽でもだいぶ役には立ちます。はい。で、おすすめなのがセルフィンプレコですね。で、セルフィンプレコはちょっといい面も悪い面もあって、いい面は苔を取る能力は半端じゃなくあります。ただ苔を取る能力があるがゆえに食べるわけなので、どんどん大きくなるんですよ。で、50センチ60センチになった時に水槽でパンパンになってしまって、良くないですよね。そういうことは起きます。でも、大型水槽とかに入れておくと、本当に苔を取る頻度はだいぶ減ります。本当10回今まで苔を取っていたら、多分1回とか2回とか、そのぐらいに数が減るので、だいぶ苔取りには貢献してくれます。はい。ただ、セルフィンプレコでちょっと問題なのが、大きくなった時に苔を食べる量っていうのがどうしても大きくなるんですけど、それまで苔いっぱい張ってないんで餓死してしまうと結構あるんですよ。なので、セルフィンプレコを導入するのはすごいいいと思うんですけど、餓死に気をつけてあげてください。はい。で、ヤマトヌマエビとシンクルスもおすすめなんですけど、小型水槽にはだいぶ重宝してくれますね。ただ、ちょっとコケ取り能力が弱いかなーって個人的には思います。なので、ちっちゃい水槽であれば、ブッシープレコとか、その辺の小型プレコはいるんですけど、あそこへのプレコ結構役に立ちますので、ぜひ活用してみてください。はい。いかがだったでしょうか。まとめていきますけど、生物兵器を使うと、固形の取りの能力は、生物によって変わりますけど、だいぶ楽になります。はい。なので、自分で取るっていう頻度を減らすことができますので、ぜひ活用してみてください。ありがとうございました。